どうしたんだにゃ、オカリン。一度帰った後にわざわざ呼び出すにゃんて。そうだよ、僕なんてそれほど近いわけじゃないんだからさ、話があるなら帰る前に言ってほしかったのだぜ。それでお話って何かな、オカリン。 LINE や電話じゃダメなお話ですか。ああ、その前に鈴葉。何？一つ聞きたい。お前は俺のことをどう思っている？どうとは？ちょ、オカリン、まさか！いくらオカリンでも鈴葉はあげらんないよ。お父さんは認めません。ダメ、絶対。お前はこの半年俺のことを見ていたはずだ。その上で心の中ではどう思っていた？率直な言葉を聞かせてほしい。言っていいのか？あ、正直言うと腹が立ってしょうがなかった。私や父さんやマユ姉さんだけじゃない。ルミ姉さんもルカ兄さんもカガリも、未来の世界ではみんな辛い思いをしている。明日は生きているかどうかもわからない。母さんみたいに無残に殺されてしまうかもしれない。そんな世界で必死になって生きてるんだ。それなのに弱音ばかり吐いて自分ばかりが辛いようなことを言って。もちろんオカリンおじさんが辛い経験をしてきたことは知ってる。何度も何度も苦しい目に遭ってそれで立ち上がれなくなったことだって知ってる。それでも私たちにはオカリンおじさんしか頼れる人がいないんだ。私や父さんに代わりが務まるのならどんなことでもやる。どんな辛い思いをしようが、どんな苦しみが待ち構えていようが、それでも何だってやる。鈴葉。だけど私たちじゃどうしようもできないから、オカリンおじさんじゃなければどうにもできないから。それなのにおじさんと来たら無理だとかできないとか勘弁してくれとか、そんな弱音ばかりで話を聞いてくれようとさえしない。父さんの手前だから言わなかったけど、私はそんなおじさんの態度にずっと腹が立ってた。本当にぶん殴ってやりたいくらいだったよ。鈴葉、何もそこまで言わんでも。そうだにゃ、オカリンだって分かってるんだにゃ。だったらそうしてもらおうか。そうするとは？殴りたかったんだろう。だったら殴ってみればいい。え？でも遠慮はいらない。鈴さん、やめて。オカリンは。いいんだ、マユリ。
オカリンさん。もしかしてそういう性癖だったら止めんけど。本当にいいんだな。ああ。じゃあ本気で行く。ああ、え？いや、待て。少しは手加減を。せい！ハグボア！悪かった。少し力が入りすぎた。今すごい音したわよ。大丈夫？オカリン。岡部さん。おかりん。もしかして今日も？オカリン。違うぞ、マユリ。鳳凰院、今日もだ。今日もさん。そうだ、我が名は鳳凰院今日も。ラボメンナンバー001。このラボの創設者にして混沌を望み世界の支配構造を覆すマッドサイエンティスト、フローインキャーナだ。ルカコ。はい。白衣を持て。はい。キョーマさん。これは。やったな、スズハ。ようやくオカリンがやる気になったのだぜ。キョウマさん、どうぞ。うむ。そう、これだ。これこそが我が聖なる白金の鎧。今この時、鳳凰院教魔は復活した。長い眠りから蘇ったのだ。へぇ。なんなの。殴られたショックでおかしくなったの。思い出した。え、鳳凰院教魔。ママがいつも言ってた名前。いつかきっと鳳凰院教魔が復活して私たちの未来を照らしてくれるって。いや、ちょっとついていけないんですけど。このロリコ。あ、お前だ。お前、もしかして私のことを言ってるんじゃないでしょうね。この間にロリコといえばお前しかいないだろう。誰がロリコよ。誰が。
様にはラボメンナンバー009の栄誉を与える。以後この不法院共和の手足となり俺たちのオペレーションに参加するがいい。なんで私があなたの手足にならなきゃいけないのよ。それにそのラボメンナンバーって何？名前の通りこのラボの正式メンバーに選ばれた証だ。光栄に思う。光栄にって。それからシーナ係。貴様もラボメンナンバー010だ。わかったな。はい。私たちはラボメンにはしてくれないのかにゃ。ん？言っていなかった。もちろんお前たちはすでにラボメンだ。ルカコは006、フェイリスは007、そしてスズハ008。いいな。はい。やったにゃ。よくわからないけど了解した。なあオカリン、それおかしくね？それじゃあ004と005が不在じゃん。その2つには戦略があるんだ。では全員が揃ったところで改めて宣言する。本日2011年1月31日をもって新たなるオペレーションを発動する。目的は予定された未来の粉砕、世界の未来そのものを覆すこと。それが俺たちの目的だ。いいな。俺だ。これより俺たちは新たなるオペレーションを実行に移す。未来の俺は言った。いくつもの未来のその先にシュタインズゲートは待っていると。これから導く未来がたとえ茨の道だとしてもきっと無駄なものではないはずだ。分かっている。俺たちの目指す扉、そこにたどり着くには途方もない時間がかかるだろう。いかなる機関が俺たちを阻止せんと立ち塞がるかもしれない。それでも俺は何度だってやり直してやるさ。健闘を祈ってくれエル・ブサイ・コングロー。何それ？これはいわばそう儀式のようなものだ。儀式ね。まさかオカリーさん、あなたクリス相手にもそんな態度だったんじゃないでしょうね。で、岡部ではない。今日まだふざけているの？待
魔法タン、あんま突っ込むのやめてあげて。オカリンもまだ模索してる最中だから。はぁ、そっか、これが鳳凰院京馬さんなんだね。そうだよ、狂気のマッドサイエンティストさんなのです。イニシエのアルケミストの生まれ変わりでもあるのにゃ。精神ザンマ流の師範でもあるんですよ。すごい。ダメだ父さん、私ついていけない。それで具体的にはどうするつもりなの？まず最初に言っておくが、俺たちが最終的に目指すのは第三次世界大戦の起こらない未来だ。